小田急2100系電車三義鉄道も、8 2 0系電車三義鉄道も、8 2 0系電車は、かつて三義鉄道三義線に在籍した電車。本校では、同系の制御尺派210系電車、並びに本形式の増備車と位置づけられる、もは130系電車についても合わせて記述する。三義線では1956年に、 火線電圧千五百ボルトで電化されて、以降、他社より購入した中古の電車によって、旅客輸送を行っていたが、非電化当時より運用されていた、来年度車も依然として併用されていた。本形式はこれらを置き換えて、旅客輸送の完全電車化を図るため増備されたもので、あり、模波 120K120.121122、区二百十系二百十点二一一の、 K5 両が1959年から1963年にかけて東洋後期で申請された。本形式は電化後に増備された旅客用電車としては、三義鉄道発の自社発注による申請車両であり、かつカルダン駆動方式を採用した初の申請の車両であった。1966年にはもは130系130が増備された。 高年西部鉄道より譲渡された20メートル級車体の大型車導入に伴って、1982年に、全車とも、高松琴平電気鉄道へ譲渡され、同車1013型、1063型電車として2005年まで運用された。なお、モハ120系、クハ210型には、小田急電鉄より2100系電車を譲り受けの上、 同形式へ編入した車両も存在したが、同産量については別途記述する。車体長18メートル級の全金属製車体で、各部構造や窓配置等には当時、日本車両製造で申請されていた名古屋鉄道3700系電車の影響が強く感じられる。前面は、貫通構造の平ら形状で、並結運用を考慮して、連結面側、 運転台側両サイ面には当初より貫通ホロを装備する。左右腰板部に角型の標識灯を中央膜板上部には白熱灯一等式の前、小灯を円灯型のケースを介してそれぞれ装備する。屋根部は張り上げ屋根構造で乗務員扉並びに客用扉の直上には水切りを併設している。モハ120系。 クハ210型は、型運転台構造で、窓配置は D2D7D に、側面2箇所 2100mm 幅の、片開け客用扉が設けられた2、扉車である。側窓は2段上昇式のアルミサッシで、戸袋窓の固定指示方式も、開閉可能窓同様に、アルミサッシとされている。モハ130型は、当初より増結用車両として導入されたため、 全面形状はモハ120系、区ハ210型と同一ながら、両運転台構造の3、扉車である点が異なる。客用扉は 1300mm 幅の両回避に改められ、窓配置は D1D2D2D1D と変化した。また、側窓構造も一段加工式とされたため、側面見つけはモハ120系、区ハ210型とは全く異なるものとなった。 車内はロングシート仕様で、車体塗装は新緑色をベースに、窓周りをクリーム色とした当時の標準塗装であるツートーンカラーであった。本形式の台車、空気制動関連以外の主要機器はすべて東洋電気製造製で統一されており、モハ120系、モハ130型とも同一の機器を搭載する。制御機は電動カム軸式 e s 六十一を、 搭載する。同制御機は14段の立行ステップを有するのみで、発電制動機能は持たない簡素な構造となっている。主電動機は TDK-820-2C を1両あたり4機搭載する。駆動方式は中空軸平行カルダンで、歯車比は11、84と、落成当時としては異例に高い歯車比設定がされている。 これは本来 TDK-820K 種電動機が全電動車方式で用いられることの多い比較的消失力の主電動機であり本形式においては制御車検員の必要性から中高速域の加速特性低下を度外視して引っ張り力を重視した設定とせざるを得なかったことに起因する。もっとも当時の三疑線の運転最高速度は時速 60km であったことから 同歯車非設定条件下においても必要にして十分な性能は確保されていた。台車は住友金属工業製の中高性ペデスタル式ウィングバネ台車 FS-17A をモハク派ともに装備する。同台車は TDK-820 軽種電動機との組み合わせで南海電気鉄道21001系電車において先行採用実績を有し、 メーカー型番は FS-317A ながら、南海における、車内故障である FS-17A という型番もそのままに採用された。制動装置は、A 動差弁を採用し、FS-17A 台車が台車側に制動灯を有することから、中継弁を付加したアマ、R、赤 R 自動空気制動である。前述のように発電制は持たず、 空気制動のみの装備である。本形式においては、電動発電機並びに空気圧縮機といった補機類も電動車に集中搭載しており、両運転台構造のモハ130型はもちろんのこと、変運転台構造のモハ120型も電気的には1両のみの単独走行が可能であった。モハ120系3両に対してクハ210系2両という、 申請量数が示す通り、本形式は固定編成を組むことはなく、従来車との並結運転も日常的に行われた。また、増結用車として申請されたモハ130型も、本来の用途に限定されることなくも、ハ120型と同様に制御者格形式と並結して運用された。後年車体塗装がイエローチに車体裾周回りをオレンジとした。 新塗装に変更され、その他前消灯のシールドビームに10日並びに、西部より購入した伝承式行き先表示器を前面向かって、左側の窓上部へ新設した以外、大きな変化もなく、参議船の主力車両として運用された。しかし、1977年の501系の導入以降、西部より譲渡された20メートル級3扉車体の大型車が主力となると、 18メートル級に扉車体と相対的に輸送力の劣る本形式は次第に扱いにくい存在と化した。そして1981年より導入された601系に代替される形で、モハ120から122モハ139ハ210.211は、翌1982年3月までに廃車となり、 六両とも、高松琴平電気鉄道へ譲渡された。に、扉化された元三技も派130引退直前に、掲げられたヘッドマーク千六6 3型にも、同様のヘッドマークを設置ことは、同社琴平線の輸送力増強並びに、車両近代化を目的として、1982年7月に、も派120系、130系、区派210型を譲り受けた。 これらは、翌1983年5月から同年6月に、かけて、順次竣工し、上渡後はモハ120系、クハ210型が1013型1013から1017、モハ百130型が1063型1063と、それぞれ解消、解版された。1067mm の三義線に対してことで十は 1435mm と期間が異なることから、 導入に際しては台車周りの改造が必須であったが、従来装備していた FS-17A 台車は、中高生台車枠ゆえに切り継ぎによる、拡幅改造が不可能であった。そのため、同台車は廃棄されて、こトデンのストック品であった、蛍光組立型釣り合い量式台車へ交換され、同時に、主電動機も、三菱電気製メガバイト -115AF に、 乾燥されて吊りかけ駆動化された。また、従来車との並結のため制動装置の電磁、SME 化も施行されている。一方で制御機を含む、その他の機器については、三義線在籍当時のまま変化はない。こと限においては、手動加速制御車が主流であることから、従来の乗途車については、制御方式の HL 化が必須とされていたが、1982年に、 導入された1053型において、運転台主管制御機を HL 用のものへ交換するのみで、自動加速制御車と HL 車の並結を可能とする方式が実用化されたため、制御機の換装は不要となったことによる。車体関連については、1013型では、側窓へ保護棒を新設した程度の小変更に止まったが、 1063型では3箇所の客用扉の内中央部分の扉を埋め込み撤去し、2、扉構造化された。これは、当時の河原町駅ホームが究極線上に位置しており、3、扉構造のまま運用した場合、中央扉部分におけるホームとの隙間が課題となる、ため危険防止の観点から施行されたものであった。扉を撤去した後には既存の側窓と、 同一形状の一段加工窓が二つ新設され、窓配置は D1D222D1D となった。その他、車体塗装のことデン標準塗装化、並びにことデンにおいては、不要となる電照式行き先表示器の撤去が全車とも実施されている。導入後は、1013型については1013から1014.1015から1016の組み合わせで、 固定編成化され、半端となる1017は950系950と編成された。また、1063型は、両運転台構造という特性を生かして、主に増結用車両として運用された。1015から1016は1987年に、台車、手電動機を申請し、再び申請能化された。台車は、 住友金属工業製の枕羽根をインダイレクトマウント式の空気羽根とした干渉ゴム、式台車 FS-530FS-030 FS で、乾燥以前と比較して、乗り心地が大幅に改善された。主電動機は三菱電機製メガバイト -3239A で一両あたり4機搭載し、駆動方式は WN 駆動、歯車比は15、 八十六である。また、時期は不明ながら千六十三の客用扉が交換され、窓固定支持方式が従来のエッジゴム固定式から金属枠固定式に改められた。千十三型、千六十三型とも終始琴平線で運用されたが、千百0系導入に伴って、千十三型のうち釣り掛け駆動のままであった千十三から千十四点一零一七 合戦997年7月に廃車となった。その後は、指導線、長尾線の旧型車代替が優先されたことに加え、こと本体の民事再生方針制の影響によって、こと線の車両代替は中断されていたが、2003年以降1200型が大量に導入されたことに伴い、1015から1016、 並びに2063も2005年6月25日26日に、実施された際よなら運転を最後に廃車となり、三義鉄道より譲渡された車両は全廃となった。廃車後は全車とも解体処分され、現存するものはない。こと電線1 0 3こと電線1 0 4こと電線1 0 5こと電線1 0 6こと電線1 0 7前日のように、もは120系、くは210型には、 完全申請者のほか、小田急2100系電車を譲り受けて導入した車両も存在した。もは125区波215.216の3両が、それに該当する。同3両は、小田急で派2104区波2153.2154を種車として、1976年11月に、竣工した。導入に際しては、西部所沢車両工場において、 連結面貫通路の強幅化、全面貫通扉部へのホロワク新設、全面貫通扉部分の行き先表示器撤去、全小灯のシールドビームに等か、標識灯の腰板部への移設等が施行されている。また、デハ2 1 0四は、小田急における、廃車時に、主電動機を同車4000型へ、台車を、デ2300型へそれぞれ供出していたことから、主電動機は、 国鉄正式の MT4 を台車は、同釣り合い量式 TR14A を新たに装備した。区波125.126については小田急、在籍当時と同様に、住友金属工業製、ペデスタル式軸バネ台車 FS-14 を装備した。制御機は三菱電機製電磁単位スイッチ式 AB、ABF-154 から15で、 小田急在籍当時と変化はない。車体塗装は当初新緑地に窓周りをクリームとした旧塗装であった。後年申請者グループ同様に西部より購入した伝承式行き先表示器を前面向かって左側の窓上部へ新設し、車体塗装の新塗装化を実施した以外は特筆事項なく運用されていたが小型車体の比例防止であったことから系の 導入に伴って1990年12月にもは125区ハ215が、翌1991年12月に区ハ216がそれぞれ廃車となり、もは120系、区ハ210型は形式消滅した。高松琴平電気鉄道線13型電車、高松琴平電気鉄道線63型電車に関するカテゴリカテゴリ、ありがとうございます。